ポアント・デューラック駅はフランス・クレテイユ市にあるメトロの駅。2011年10月8日から8号線の東側の終点となったメトロの301番目の駅である。駅構内の様子あたり駅は2011年10月8日に開業し8号線の新たな東の終点となった。1974年から2011年まで終点であったクレテイユプレフェクチュール駅の 1> 約 1.3km 南にあり、バラントンシットの境界に近いクレテイユ市の南端に位置する。当駅によって、ポアント・デュラック地区、スポーツ公園、ユーロパーク商業地などが、メトロのネットワークと接続される。この延伸計画は、ティエのレジスタンス交差点から、ラーシー線のショアジーイコールルイコールロワ駅、ラー、ディー線クレテイユ・ポンパドゥール駅、および東駅を経由して、 シュシーアンブリにあるラー、A 線シュシーボン駅に至るラトップの BRT 路線であるバス393号線と一体のものである。この駅は延伸に伴って作られた新しい補線作業場の北に位置している。この駅では開業から2011年末までの間に389,235人の乗客があった。プロジェクト TCSP ポンパドール スシーブのは、プロランジェメントアクレイテルポワントジュラックアーカイブド2010年3月24日、アットザウェイバックマシン、コミュニケージュスタイフジュ六クジュエ2011、エントランツニュールズプロバナントデール、イクスターデラステーションアーカイブド2013年1月1日、アットザウェイバックマシン、surlesitdata.ratp.fr、カンサルトルジュデサンブル二千十二 ありがとうございます。